Let's get started. Moeko Channel.の角度は自分向き D ノーチです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。私、はい、ソースが指先から出てきたです。はい、今日はですね、美食探偵第4話、はい、第4話まで来た。これまた忘れてた。美食探偵明智五郎第4話です。はい、中里依紗さんがね出ましたけど、そうですね、オープニングの始まり方面白くなかったですか？面白かった。冷蔵庫の CM みたいで、うん、ね、俺って思った。そう、ああいうのが似合いますね、うん、本当はね、と思ったらな、うん、ただ気づいたんですけど、第1話から中里依紗さんが血しぶきを浴びてるの出てきてるんですよね、オープニングで。小林一吾さんが崖みたいなとこで、うん、はぁーみたいな、なんかそれで回想シーンとして、来週なんか幼稚園で毒物混入みたいなのが起こる予告が出されてるんですけども、刑事の娘さんですね、うんうん、そこのシーンとか、その子女の子も出てきてるので、うん、結構だから予告、志田未来さんも出てきますし、1話目からの展開を予測するようなことは出してたようですね、うん、これもしかしたら後世に残るドラマになるかもしれない。なんかすごいですね、やんわり来たよね。やんわりこの海外の怖さを取り入れてますね。海外ドラマの良さというところですかね。前半のノッチ TV の方でさ、はい、言いたかったんだけど忘れちゃってたことがあるけどさ、ぜひお願いします。はい、あの旦那さん、中里依紗の旦那さんが、はい、厳しい人じゃない。すごかったですね。あれはさ、なんであんな厳しくなっちゃったんだろうね。あのほら、中村倫也との同級生だったわけじゃん、はい、ね、あそこからどうしてああなっちゃったんだろうって、ね、うん、ちょっと高校生の時のあれ面白かったですけどね、うん、回想シーンみたいな、うん、そのデイトレーダーってのはよっぽどこう、うん、あれなんですかね、うん、ああいう性格を生み出してくるんですか。ああでもそうだね、うん、だってそういう描き方なのかな。結局さ、そのトレーダーっていうのはさ、はい、自分との、ね、戦いだから、うん、心が強くないとダメだから、うん、ああなっちゃう人は多分 ね、ダメだよね。よく奥さんでもまあなっちゃうんだけどね、でもさ、ああいう、はい、俺は多分ね、ああいう人なの、うん、だから、うん、ああいう人ってもしかしていっぱいいるんだなと思って、俺はちょっと安心した。ああ、ああいう人っていうのは何ですか。すごいよ、あの怒ったりしてたじゃん、は、うんうん、床に落ちたり食べさせたりとか、そうやる。だって俺どっちかといえばあっちだよね。お母様への思いって意味と、うん、どこではないですね。あ、そこはちょっと違うよね。そこはそういう愛情の出し方でも分かんないよね。そういう風に言われたらそうなりそうな気もするね。自分からはそう言わないかもしれないけど、もうやめてくれないかなとか言われたらちょっとなんか怒るかもしれないね。なるほど、深い。これはでもさ、うん、でもああいう人もいるんだよね、きっと。お母さんってさ、はい、いや、お母さんってそういうもんだよね。あるかもしれないです。あれわかんないね。俺だってなんか実家行くたびに昔海苔持ってきなって言われたけど、海苔そんないらねえなっていつも思ってる。優しい。あ、ね、人は何かをしたいもんね。うん、うん、のことならね、心配だしっていうので、うん、奥さんにとっても良いんじゃないの、楽でしょっていうさ、うん、愛情かもしれないし、難しいですよね、そこはね。だからまだ美食探偵見たことない方は、今回結構衝撃的なシーンが多いよね。もうあの結婚指輪とかね、うん、まあ、でも数々あるミートの中からよくそこを選んだなと思ってね。まあしかも視聴者側はもう分かってるじゃないか、うん、冷蔵庫に何が入ってるか。あの辺はすごいホラーチックなタッチでしたよね。ドキドキしたし、でも料理人のさ、はい、人っていうかさ、はい、ああいう綺麗にしまうよね。なんかそこでなんか料理ができるできないってなんかわかる気もする。あれがとてもグロテスクなものには見えなかったですよね。あのミートがね、おしゃれでしたしね、ミートってシールが貼ってあって、いやー、なんか寒気がする。なんか今回のちょっと1時間じゃ短いなって感じした。そう、ね、なんかもっと映画でもいいぐらいだもんね。全編後編にしていただいてもね、もっと入れるよ ね、 ね、うん、また桃子が良かったです。富田美優さんがね、うん、バイクで迎えに来てくれて好きだね、そこ。そう、しかもちゃんとね、あのまずイチゴにこう抱きつくっていうかね、無事でよかったんでやるっていうね、うん、最初にこうなんか
ってのシーンの方でさ、大きい声出したから耳痛くなって。大きいよ声が。割と新宿区近辺でロケしてるね。新大久保の前回はサムギョプサルかなんか食べてて、今回はスイーツの話かなんかで新宿に行ったりとか、モモコとイチゴが必ずさ、なんか食事するシーンありますよね。うるさいんだよ。でも小池子さんのマリア、演じるマリアが心変わりというかさ、もう今度嫉妬心に変わってるじゃないですか、探偵さんが好きっていうことでね。これはちょっともう展開が早くて面白くていいですね。武田信さんがどう出るかですよね。だからねえ、武田信さんは好きなんですよね、マリアのことがね。これちょっと面白い。イチゴはどんどんちょっと惹かれてますしね、探偵さんに。どうなんちゃうんですかね。惹かれちゃうよ。でもさ、まあやっぱり前半でも言ったけどさ、はい、人に殺すって言われたっていうのってさ、軽いことじゃないよね。そうですね。だからこれからはそこに感情移入をして、俺は見てる。いちごちゃんを。そうそうそう。うん、それ言われて彼はやっぱまあ辛いと思うよ。しかもマリアに何を言われたんだってね、こう言われて、でもちょっと今貫きそうですよね。だから。ね、前半のキャラクターからのやっぱギャップはすごいね、すごい、楽しみです、ね、俺だってすぐ言っちゃうよ。だってって、だって殺すって言われちゃったよって。俺があんな、そんなのをさ我慢できる人が世の中にどれぐらいいるのかっていうところです。見たことない OD の一面か。そう、普通でしょ。ね、普通でしょ。俺とも言われたって言うんですよ。でやってくださいね。そうやってやわないで生きてきてる。言った方がいいらしい。あ、そうなんだ。恐怖はね、そう、いろんなことは、そうそうそう、そうそうそう、その方が絶対にいいらしい。今回犯罪に対するヒント系またあった気がしたんですけどね。まあでもあれだけバラバラにしちゃえばわからないとか、そういうとこですかね。ゴミ箱の作り方、ああいうタワーマンのすごいな。あの映像美がやっぱいろいろありますね。1話でこう切ったとこもそうですし、そうだね、なんかアイドルシーンが必ず入ってるのも、このドラマのいいところ、ね、すごい、いいと思う、ね、あと1個、やっぱりバイオリンはヒステリーなものとか怖いのが出てくるね。やっぱり感情面を表す楽器なんだねっていうドラマでもあるなと思いました。なるほど、はい。なんか未だにあのさ、ガスメーターとかさ、水道とかはさ、もうなんとかなんないのかしら、あんな簡単に。わかるようだ ね。この中にささんの演技も楽しみです。はい、はい、本日もゲストはディーノンチでした。大丈夫、また明日です。もし明日殺されてしまうとしたら、あなたは最後に何を食べますか？ご視聴ありがとうございました。